こうなんか聞いてもあ、まあ、監督に言われてるんでやめてください、蘇りますあの時僕関川さんだったんですよ左でちょっと違うなイメージした大輝田中アスリートチャンネル。これでも育成がもしあったら育成で行きますかって言ってますか？いや、僕行かないと思いますね。行かない、行かない。当時なかったですよね、まだ育成。なかったです。そうですね。なかったです。どうして行かないですか？いやでもやっぱりこのなんていうんですか、まあプロに今入った後なんでわかりますけど、その育成の大変さもあると思うんですよね。で、まあ、こういう言い方をしちゃうと育成の選手に申し訳ないかもしれないですけど、プロ野球じゃないんですよ育成って。でも1軍でどんだけ出れるかっていうところだと思うんで、でプロのそのもし選べる選択肢があるんだったら自分のポジションと被ってない。で僕だったらジャイアンツとカープと中日と西武も来てたんですよ。でなった時にあジャイアンツ阿部さん、はい、で中日谷繁さん、あもうこうないなと思うんですよ。でそうなってくると広島、あ石原さん来てるな、いやバッティングだったら勝てるかなみたいな、でこういうのを考えながら大外から日本ハム来たんですよ。いけるかなと思ったら全然いけなかったです日本一。キャッチャー鶴岡、高橋真司さん、中島さんとまだ中島さんも中島でいらっしゃった。実松さん、ああ実松君、ああなるほど。これでもスカウトドラフト担当記者も大変ですよ。今もう育成の枠まで誰取るかって考えるんですか？やっぱり予想するんですか？一応考えますよ、やっぱり。もうでも球団取る球団ってそんなに多くないんで、まあジャイアンツ、ホークス、まああと最近オリックス、まああと阪神ちょろっと。でも僕思うんですけど、育成制度って僕あんまりよろしくないと思うんですよ。そのこの幅というか、この野球界に入るこれは広げると思うんですけど、その選手のこと考えて2年半じゃないですか。2年半で結果を残さなかったらもう終わりじゃないですか。でそうなったら僕大学4年間行った方がいいと思うんです。その後の人生なった時にすごく酷な野球選手になりたいって気持ちを利用してるんじゃないかと思ってしまう。なるほどね。確かにそのレベルであれば大学行ってれば活躍する可能性が高いですもんね。そうすると上位で行けて、まあしっかりした番号をもらえて、契約金もしっかりもらえてってなるじゃないですか。ただ大学だとこう大学向きプロ向きの選手って僕はいると思うんですよ。やっぱり大学ってこうそんなに試合も多くないですし、こう完成度が低くてこうなんていうんですかね、こう荒削りの選手は使われづらいんで、そういう選手だったら逆にプロの方が面白いかなって僕の個人的な考えですけどね。身体能力高くて、ただ僕大卒っていうのに憧れただけなんですよ。あるあるじゃないですか。高卒は本当にね大変なんですよ。生まれ変わっても大学行きたい。行きたいです。だって雑用から始まるんですよ、プロ入って。もう一番若いですからね。そうそうそう。大卒はないんですか？大卒はないですよ。高卒絶対入ってくるじゃないですか。なんで野球界に入ってチーム一番下が僕キャッチャーだったんで、もう道具磨きでイースさん見たんで、その先輩たちの荷物を持ってバンにマネージャーと一緒に先乗りするんですよ。ぎゅうぎゅうでこんなんなって、で寝たらブレーキかけられてこんなんなって、大学生の人はもうこんなんじゃないですか、バスで。なんで1年目なのにこんなんみたいな。そういうなるんですね。これやっぱ大学に取材行く時と高校に取材行く時、社会人に取材行く時と独立リーグに取材行く時、ちょっと違うんですか？どうですか？そうですね。やっぱ高校生はどうしてもやっぱりなんていうんですかね、自分の言葉で喋れる選手が少ないかなと思います。まあ多分今成さんも僕もそうだと思うんですけど、結構厳しいんで、こうなんか聞いてもあまあ監督に言われてるんで、やめてください、蘇ります。そういうまあ最近ちょっと変わってきましたけどね、だいぶ。ちなみに僕らこういう情報ダメだったんで、週刊ベースボールとか見たことなかったんです。そうなんですね。新聞もダメです。高知高校野球とかないです。じゃあ自分がどういうふうに書かれてるとか一切なかったんですか？だから地元の人とか親とかが買ってくれて、で僕の場合は。高3の時に OB の方がオフシーズン帰ってくるじゃないですか。でも週刊ベースボール表紙の時があって持ってきて「お前集合」って言われて「あっ何すかお前お久しぶりです」みたいな「バッお前調子乗るんだ」調子乗るんだって言われて初めて見るじゃないですか。調子乗るも何もないんですよね。なんじゃこれは、あ僕乗ってる、あそういうことかみたいな。もう今はでもだいぶ変わってきましたもん。あ、そうですか。もうやっぱり SNS はこう発信はダメだけど見るだけはいいっていう学校が多いんで。あ、そうですか。例えばだから逆に選手から僕とかに聞いてくることあるんですよ。なんかこうスカウトが僕のことどうやって聞きましたみたいな。高校生で？高校生でも中には取材行った後にですね、例えばその場だとやっぱ監督いるんで聞きづらいみたいなので。こう SNS でつながってたりすると、そういうこと聞いてくる選手もいます。それこそ親御さんから、いや、西尾さん、詳しいと思いますけど、情報どうですかねって言われたりするんですか？どうですかねとは言われないですけど、まあありがたいことお礼言ってくれることは多いですかね。取り上げてくださってありがとうございますみたいな。でもこれめちゃめちゃ嬉しいですよ。高校生の週刊ベースボール。これ今成亮太も僕ね一面だったんです。一面載ったやつあるんですよ、実家に残ってるんですよ。へえ。そう。まあでも表紙は貴重ですよね。貴重です。これは認知度高いですもんね。はい、今でさえ週刊でベースボールに関しては。でしかもこれの時に選手誰々選手だからなんですか、誰と似てるみたいなタイプ出るんですよ。あの時僕関川さんだったんですよ。左でキャッチャーで。ちょっと違わないイメージ。誰ならよかったんですよ。誰ならよかった。安倍さんとか。左キャッチャーみたいな。もういやでもそのタイプ違うしなと思いながら関川さんに申し訳ないですけど。いやいやいやそうですね。次回はちょっともうちょっとディープにドラフトのこう裏側だけではなく、ドラフトでどう考えればいいか、新旧ドラフトとかドラフト制度について伺っていこうと思います。これアクセリアさんで借りるとおいくらぐらいですか？これは1日15,800円です。アスリートのために作られた、減らさず控えず落とすという新発想、糖質 45% カット炊飯器ロカボ。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる、世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメントセノビル。